とか住居とかあるっていうんですけど、ここをちょっと覗いてみたいと思ってます。すごい、本当だ、遺跡があります。かわいいお家だね。これ復元されてるってことが、本当にこういうのがあったってことですよね。すごいね、今から6000年前にこんな風にいっぱい人が村になってここに住んでた集落があったって驚きだね。すごいわ。ちゃんとほら、ちゃんと入り口もあるの。すごい、これでみんな暮らしてたんだね。だけど狭いね、これ何人だよ。縄文の家作り、雨が防げてるよ。雨が防げてるよ。こっちから行こう。もうしっかりね、1メートルぐらいの根に立ったのにね、しっかり床の階段に、ほっほ、本当に木がまた床が丸い木で、木で床ができてる。すごいここ入れるんだって、行ってみる。大きいね。いわゆるみんな集会所だったのかな。そうみたい。これみんなで過ごしてたってことね。だから結構日本は結構進んでる。そうね、昔から考えを持った国でベース性があったんだよ、うん、だって翡翠が出たって言ってさ、翡翠がチャイニーズのものよね。日本のものは出て、柱を立てて階段を作ってね、今の日本建築みたいな。そうそうそう。すごい。こんなね、しかもこのまた階段の向こう側にあの櫓みたいなのがあって、物見櫓みたいな。行きます。うわ、これだ。これがあのここのシンボルになってましたね。一番上に登ったら青森の街が見渡せるそうです。すごいね。これさ、雨が降ってもさ弾いてるよ。すごいね、これ雪も弾くんだきっと。いや素晴らしいね。こんなアイデアがもう6000万、こんなアイデアが昔の人にあったなんてすごいね。ここ2700年ずっとこの集落に人が住んでたっていうのもすごいよね。そこのあのやっぱ櫓みたいなのがすごいね。この先ほどの集落ホール、タウンホールから後ろに櫓があります。必ず村って櫓がありますよね。上から物を見てやっぱり危険とか情報を知るっていうことですよね。
ております。山が綺麗ですね。この辺からですね、どんどん山を上がってまいります。佐野倉温泉、言うと標高高いんですよね。菅井の近くになります。酸っぱい毛の湯と書いて菅湯、そこのお風呂はちょっと酸っぱいのですが、有名な老舗の温泉です。ここはね、雪が深いので冬はもう、ね、何百メートル雪に埋もれてしまうところですよね。どんどん上がっています。涼しいです。気温が20度前後。酸ヶ湯に着きます。あー晴れてきたね。いいねいいね、すごい素敵素敵、綺麗になってるね。あとでね、ここは基本混浴なので、あとで9時から10時の女性の部に入りたいと思います。あーこれはいい感じですね。混んでもいないし、川の音がしてきて、猿倉温泉です。すごい音がしてる、川の音がして、猿倉温泉に入ります。元湯です。素晴らしいです。気持ちがいいです。暑くて暖かくて、貸し切り風呂を24時間入れます。写真撮ります。わーいい感じ。今からお風呂入ります。はい、これがちょっとぬるめのお風呂と厚めのお風呂、そしてここから露天風呂になります。素晴らしい露天風呂。ちょっと今日は雨が降っているのでね、ここで失礼いたします。雨でも絵になるね。
ちゃ美味しそうですね。ちょっとせせらぎが聞こえています。コッテージもあります。以前こちらに泊めていただいたこともあって、露天風呂もついています。昨日はこっちを撮っててもらったそうなんですが、雨だったので急遽こちらの母屋の方に変えてくださったみたいです。どちらもいい感じですね。この方から山登りを楽しむこともできます。ハイキングに行ったことありますね。風のいい匂い、空気がいいです。おはようございます。今日はいいお天気、すごいです。あそこにね、ロッジもあるんです。もういいよね、今気持ちいいね。今ただいまの気温はですね12度。涼しいなんて思っちゃないの。本当に12度かな。朝食の時間です。また美味しそうな、ね、おかずが並んでますね。食欲そそられちゃいます。温泉卵もある。朝ごはんが来ました。お魚もあります。温泉卵もあります。いただきます。お部屋の生のお花が可愛いですね。ケイトウの花、もう秋を感じますね。お部屋はこんな感じでした。今からチェックアウトします。素敵なお部屋ありがとうございました。また来ます。サルクラ温泉から今度は酸ヶ湯にちょっと寄っていこうと思って、10分ぐらいなんですけど、雲がというか霧が出てきて、雲の中を走っているような感じです。涼しいです。山の中、霧がね出てきました。酸ヶ湯さんに寄っていってみたいと思います。酸っぱいところ、そうそうそう、来まして、ガイドがただいま女性
1000円です。今度9時からは交代になります。女性専用時間です。からの景色も綺麗ですね。素敵なところです。スペインのこんな感じで泊まることもできます。嬉しいです。玉の絵は、ね、いつも入れるんですけど、千人風呂だけ女性と男性混浴というのです。どんどんお客さんが行ってきます。泊まることもできます。ということで、スカイ温泉でした。また来たいです。ありがとうございました。気持ちよかった。山が見えます。列車完全停止するまでは安全策の時間でお待ちください。見ていただいてありがとうございました。